それでは1日経ちまして、あのロールバー広げて準備できました。なんで、まあ、今回のコンセプトはこれから何かこうモータースポーツじゃないですけど、まずサーキットとかジムカーなど、あとダートトライアル、ラリー始めてみたいなっていうお客様の、まあ、参考になればいいかなと思いますので、ぜひあのこれから僕たちがやっていく作業をご覧になりながら参考にしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、まずはじめにですね、仮付けをして、あの加工が必要な場所、必要じゃない場所を判断するために、まずあの内装を外してロールバーをまず一旦は仮付けっていう状態にします。こんな感じで外していきます。まあ、幸いコルトラリアート簡単なんでね、あのネジ4つ取って、あとはシートベルトのセンサー外せばスポッと軽く交換できます。まあ、こういった形でシートが簡単に外れます。まあ、ネジ4つでしか止まってないんで、すぐ外せます。で、次はリアシート外していくんで、どんどんやっていきたいと思います。ちなみにリアシートはネジ1、2、3、4、4本で止まってました。ですね、今ちょうど開始から30分ぐらいなんですけど、内装がものの見事に綺麗に取れました。僕たち競技やってる人からすると普段 こっちしか見てないんで見慣れてるとは思うんですけど、まあ逆にあの一般の使ってるユーザーの人にはなかなかこうね、内装がないこんなスパルタンな仕様を見ることがないと思って、まあ、こういった形でまずは内装を剥がしていって、でここから今度仮付けの状況に、なります。はい、それでは仮組がちょうどあれですね、もう何事も喋らないでやると1時間くらいでここまで来れるんですけど、まあ我々特殊なトレーニングをね、特にラリー車においては特殊なロールバーをつけるトレーニングを行ってますので、あの内装を外して、仮組までなんと1時間、こうやってまずドン柄の状態にして一回仮組ということを行いまして、でここから例えばですね、こういうグローブボックスと、まあ、車によってどこが干渉するかは違うんですけども、まあ、ここから、例えばグローブボックスを開くように少しここを加工してきれいにしたりとか、あの当たるところの内装を少し削ってあげてちゃんと動くようにしていくっていう作業になります。はい、それではマーキングが終わって加工する場所も、今終わり、ロールバーの方は先ほど中からもう一度外に出して、これからドリルで穴を開けたり加工が始まるんですけども、新さん、こんな形で今度ボディの方に固定するための穴を加工して取り付けていきたいかなと思います。はい、今ですね、穴を開けているのはロールバーの止め、ボディとロールバーを止めるところなんですけど、まあ、こういったすごい分厚い板、確かこれが3ミリから4ミリぐらいあるんですけど、これを裏から当ててボディとこれを固定します。なのでかなり剛性も上がりますし、今それを固定するための穴を今新次さんに開けて、一番これが大変な作業なんですけど、はい、どうぞ。ロールバーが取り付ける場所が干渉するところを切っていってます。まあこっちはここにロールバーが通るんで、その分を切って外しちゃってます。はい、次にですね、今穴開け加工が終わりましたので、なんと次ようやくロールバーパッドと呼ばれているものを今度巻いていくんですけども、まあ多分今回の作業の中で一番大変なんじゃないかというのがこのロールバーパッド巻きですね。ロールバーにきれいに巻くことによって、車検とかで持ち込んだ時にこのロールバーパッドが巻いてないと車検も通らないので、こうやって緩衝材をロールバーパッドに巻いていくんですけど、これがまた難しいんですよ。なるべく切らないで通せるところは通しながらこのロールバーパッドを巻いていくんですけども、まあ、今後動画となっていくので、ぜひどれだけ難しいのかご覧ください。はい、では、なんとかロールバーパッド全部巻き終わりましたけども、正直見立てが甘くて、実際このロールバーパッド巻き半日かかってしまいました。なので、まあ、明日の午前中には全部終わるかなというところで、今日は近くにね、野宿して明日の朝に備えていきたいなと思いますけども
でございます。おはようございます。いやもう寝れますね、ポルトは。2日目ですか、もう2日目です。よいしょ。ああ快適ですよ、ポルトはキャンピングカーにもなるんですね。じゃあ2日目、じゃあ2日目始めていきたいと思います。はい、昨日仮付けしてあの穴位置とか全部あのマーキングしたんですけど、まあ、それがなぜ大事かというと、こうやってですね、実際にこうロールバーパッドを巻いて合わせた時にこうやって穴位置がしっかり来るようになっているの で、まあ、そのためにこう場所を決めして、まあ、止めたらこういうふうに綺麗にロールバーのボルトナットの位置も隠れるようにはするようにはできたので、まあ、これがロールバーを取り付ける上で1回取り付けて位置出しをしてから取り付けるっていうのが一番大事なところですね。はい、じゃあ次はちょっとせっかくついたんで、まあいろいろとその試乗もしてちゃんとこう緩みとかがないか、一回走ってなじませてしっかりその後も緩まないようになってるのかっていうところの確認だけしていきたいなと思うので、もしあれだったら僕運転するんで横に乗ってみてください。いいですね。それでは行ってみたいと思います。パッと見ね、こうロールバーそんな気にならないでしょ、これね。そうですね、黒いロールバーパッと巻いてるのもそうだけど、全然乗っててボディ剛性が上がると車が長持ちするんですよ。安全にこう乗れますし、あ、でもやっぱりね、がっちりしました、車が。心なしかなんか新車のようなね、ボディ剛性感を感じます。ちょっと今、お店から出ただけなんですけど、全然違う、すごい。いや、いいなぁ。競技車してないのがまたいいんですよ。あー、でも全然なんか乗ってて、変にこうヘニャヘニャする感じは一切なくなりましたね。しっかりこうギャップもボディ剛性が上がってるんで、サスペンションが動いてくれてるっていう感じがします。心なしか安定感も高いですね。あとなんか車が静かになった気がしますね、ロールバイルって。なんでなんで、変なビビリ音とかがなくなったんですかね。まあ、普段自分がロールバー入れるときって内装を戻さないんで、ロールバー入れると必然的にうるさくなってたりするんですけど、まあ、今回でロールバー取り付けてなおかつ内装も入れてあるんで、まあ、普通に一般の使い方でも使えて、なおかつまあちょっとサーキット走ってみたいとか競技やってみたいっていう人にも全然差し支えないような仕様で今回作ってるんで、本当にまず一番初めに、まあ、車を買ってきました。でその次に何がやりたいかなってなった時に、まあ安全面だよねっていう時のための、まあ、仕様なんで、だいたい重さ的には20キロぐらいプラスにはなってしまいますけど、まあそれで自分の怪我であったりとかそういう命が担保できるのであれば、ものすごいコストパフォーマンスはいいかなとは思うんですよね。はい、無事に終わりました。まあ合計すると 1.5 日かかってしまいましたが、自分が想定したよりかなり綺麗にロールバーの取り付けを含めて、そのロールバーパッドもそうですし、パッドにあれロールバー入ってないんじゃないのってぐらい綺麗にちょっとできて出来上がって、個人的にすごい嬉しいんですけど、ちょっとカメラでどうぞ見てください。塗ってみて全然ロールバーが邪魔にならないですし、まあ、パッドも巻いてあるんで、こう一見ね、普通の普段使いで、まあ、街乗りでスーパーとかにお買い物に行っても目立たないかな、勝手に思ってるんですけど、まあでもだいぶなんか内装とかも剥がしたんで、車が全体的に綺麗になりました。なんか買ってきた時より全然車が綺麗で、すごいこれはなんかいい意味で驚きましたね。まあ、ロールバーもこれ定員乗車なんですけど、まあ、後ろも見てもらえると、まあ、こうやって全然後ろに人が乗ってもロールバーが邪魔にならないという、まあ、それでいてね、
あのしっかり安全面も担保されているので、あのぜひこれから例えば何かやってみたいな、でも危ないんでしょっていう方には一番おすすめの定員乗車 の6点のロールバーなので、ぜひあの参考にしてみてください。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。